こんにちは、ダイスです。今回は新潟の三越さんが113年で今回閉店するんですけど、その、閉店セールをしているので見に行こうかなと思います。で今ちょうど来ているところです。で入り口にもライオンがいるんですけど、見えるかな、こんな感じです。はい、じゃ早速ですね、中に入ってお店を見てこようと思います。はい、いろいろ買ってきました。こんな感じ、いろいろじゃあ買いに来て開けましょう。はい、買ってきたので入ります。はい、いっぱい見てきました。いっぱい買ってきたんでしょ。はい、いっぱい買ってきました。後で帰ったら、開封していきましょう。はい、本当新潟で三越なくなるの残念ですね。残念ですね。113年、ちっちゃい頃から、よく僕東京いたんですよ、小さい頃ね。で、じいちゃんとかばあちゃんの、帰省した時に、あそこによく連れてってもらって、そうなんだ。そうそうそう。正月とかもさ、福袋で並んだりね。学生の頃も。そうなんだ。そう。だから結構思い入れがある場所だったけど。寂しいね。残念。まあ、残念ですね。残念だなと思う。なんで今回、まあいろんな、なんつうんだろう。人とね、知り合いになって、そうですね、店員さんもそうだし、店員さんにだいぶよくしてもらって、本当によくしていただいて、なんで最後の買い物、そうですね、と思われる買い物を多分まだ日数的にちょっとあるんだけど、はい、一応締めっていうことで、はい、うちらの中ではね、そうですね、一旦ここで締めかなという時期だったので、買い物をしてきました。行ってきました。はい、じゃあ帰ったら、今日買ったものをね、どんなものなのかを、はい、していきましょう。していきます。それをから見ていきましょう。はい、はい、ね、よし、はい、これコードさんの上着ジャケットです。2種類あるので、ジャケットとなんだっけ、ブルゾンです。かぶった、かぶった、はい、はい、ジャケットはそう、こんな感じ、こんな感じで、紺のジャケットとブルゾンも紺色で、両方とも1万円、はい、そうですね、安かったです。ブルゾンが4万ぐらい、そうですね、っていうのをジャケットに頼り寄ったりの価格だっていう話で、はい、安かったから、はい、秋、春秋を、薄手なのでのジャケットですね。春秋ですね。もうちょっと暖かくなったらこちらを。もうこれになってる、行くような気がする。そろそろですか。そろそろ。ちょっとじゃ早くないか。そんなことない。もうそろそろだと思います。本当？そう、ちょうどいいものがあったのでこの2点にしました。そしてこれだね。そう。はい、こちらが。開けてみましょう。これもね、良かったんですよね。はい、ネクタイです。スーツの時の。
美容に合うんじゃないかということで、こんな感じ、ちょっと落ち着いてる感じで。ネクタイも2000円とかになってました。1万円ぐらいだったはず、うん、すごいお買い得でした。ありがとうございます。っていうのが僕のですね。はい、はい、次ダイスさんの見ていきましょう。はい、こっちが私のです。一つはプレゼントになんですけど、これ買ってきましたので見ていこうと思います。まずはこっちにします。こちらは洋服なんですけど、冬の時期の生地じゃなくて、春先とか夏前にいいかなと思って買いました。こんな感じです。今入ってるのが2点2つ買ったので開けてみます。はい、こちらの2つです。片方はスカートです。去年1つ長めのスカート持ってたんですけど、すごく履き心地が良くて良かったんで、今回の長めのロングスカートを買いました。で、生地も薄手なんですけど、中の裏地がしっかりしてるんでとても良かったです。柄は縦ラインがちょっと入ってるものにしました。これは春夏活躍してくれそうです。そしてもう一つはジャケットなんですけどライダース系何にも持ってなかったので初めて購入しました。でもね、どちらも安くなってて、え、何で笑うの？いや、安くないと買えなかったなと思って、挑戦をするのかですよね。挑戦することができないなと思って、いい機会だと。いい機会だったいうことですよ。はい、その通りですよ。で、開くとこんな感じで、ざっくり前が全部閉めるとこうなるんですけど、開いてる形になるんで、着るときはちょっと開けて着ようかなと思います。初めての挑戦を私はしようと思う。ちょっと羽織ってみる。え、これですか？うん、はい、はい、羽織ってみました。こんな感じですえ、いいと思うんだけど、え、いいと思う。いいと思う。イメチェン。イメチェンとか、まあまあそれもね、いろんなの着てみたいなって思って、はい、はい、です。で、なんか袖もちょっと遊びがあったりとかするので、甘辛系とかね、今年はちょっと挑戦してみたいなと思います。はい、そんな感じです。ずっと着てる。あ、着心地もいいんですよ、柔らかめで。で、ジャケットがまあ1万円しなかったんですよね。しなかったです。なんかお得だったから。お得でした。スカートもそうですもんね、制限しなかったです。はい、下がってましたね。はい、じゃあ次も見ていこうと思います。はい、次はコーチ。コーチのお店で買ってきました。本当にね、店員さんにはお世話になっていてありがたいです。で、何を買ってきたかというと、今2つあるんですけど、片方、こちらはプレゼント用で私が購入したものの色違いのものを購入しました。ちょっとね、知り合いの方でお祝い事があったのでお渡ししようと思って選びました。で、こちらはちょっと置いときます。開けられないんでね。で、何を買ったかというと、はい、すごく可愛くてこの色にしました。ポーチです。で、このポーチなんですけど、中開けると一つね、ポケットになってるので、すごく使いやすい形で欲しくなっちゃいました。前からポーチ欲しいなと思って見てたんですけど、この色すごく気に入ったのでこれにしました。そして待ちを待って幸せです。で、早速今日から使おうと思います。はい、ということで、こんな感じで今回いろいろ買ってきました。だいぶお得に、うん、ただポーチは整備品じゃないかな。あ、そうですね、違いました。はい、限定の、うん、限定のカラーと、あ、そうですね、限定カラーって教えていただきました。でも今回結構いい服が安く買えて、うん、そうですね、いい服が安く買えて本当に良かったです。うん、三越さんももうすぐ新潟のは閉まってしまうので、
たもうちょっと時期あ期間があるのでまた行ける時にちょっと寄ってみてっていう風にしようかなと思います。最後だしね。そうだね、うんうん、はい、ということで今回は新潟三越さんにお買い物に行ってきました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄の URL か大志チャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!